ははい、えーと、こんにちは養老たけしと、まあ皆さんご存知かと思いますけど、えー、解剖学者の養老たけし先生ですねで、えー、とそれであの、まあ、僕の先生でもあってこれこの養で,でですねでんで養老先生の話をしているかというと今、えー、この半年ぐらいですね僕養老たけし 入門みたいな本を書いておりましてですねえと春に出るんですけどもなもんでちょっとそれなりにですね養老先生の世界っていうのを自分なりにちょっと消化したところがあってえまあそれをちょっとあのものすごく簡単にですね数分で。 お話し,してみますとです、ねまあ、まず養老先生の代表作で「結納論」っていう本があるんですね。で、えー、っとそれで結信論と結仏論っていうのがまあ哲学の世界でありまして。 それが一元論だとしたら「あのまあ、有心論と」えー、と「心身、えー」二元論ってあの体と心と両方にこうなんて対等な眼差しを注ぐっていうかです、ね、それがまあ二元論であるとしたらそ,そういったものに対して養老先生は「有意能論」という。あのえー まあ、新しい考え方を提唱してしたんですけどもで、えー、とそれで、えーまあ、ちょっと話をですねすごく簡単にするので、えー、簡単に要約してしまうと結納論の中で先生が言っていたのはまずあのこの「×」 でえっと、まず青い四角で囲んであるのがそれぞれの世界で×でバツっていうのはこっちとこ,こっちの世界とこっちの世界の、まあえー、向き合ってるっていうようなあのニュアンスなんですけども1つの世界は脳が作り出す世界でもう1つの世界が、えっと、身体が作り出す世界。 で,す、ね、でそれであの、まあ、脳が作り出す世界っていうのはそれはもちろん個人の何、えー、て言うかな意識の世界っていうのもあるんだけども、まあ、ここでは平等先生はですね、えっと、社会っていうのを、まあ、あの一応、えー、脳とイコールというふうに考えてそれに対して社会ではなくて個人っていうのは身体ですねで、えっと、身体っていうのは、えっとまあ、人と人が握手をすれば体と体はまあつながりますけども基本的には体っていうのは、えー、個人。 に属しているものなので、まあ、どこまで行ってもですね。えっ、ー、と、身体っていうのは、まあ、ここを別々のもので。まあ、こういった、こう、考え方を提示してですね。たのが、えっ、ー、と、唯の論でした。 でえっと、それでそのにまに「まあ、考える人」という本を書いてです、ねで「考える人」ではさっきの脳と身体にです、ねえっとえっと、さらにです、ね、ちょっとキーワードが加わって基本的には同じことを言ってるんですけども同じことをです、ね、違った言葉で、えっと、展開しているんですけどもで脳の世界は意識の世界それに対して身体の世界は、えー、無意識の世界であるいは脳の世界は人工の世界身体の世界は自然の世界と。 いうふうなあの、まあ、そういったキーワードでですね語っているのが「えー、と考える人」という本なんですね。でその中で、えー、とこの、えーと「意識に対する、まあ、無意識」っていう言葉がありますけどもで養老先生の本でそのあの、えー、とこれ、まあ、一応書いた年代の順番に代表的な本をですね えと取り上げて話してるんですけどもこの後に出てきた養老先生の本で、えー、と無思想の発見っていうのがあるんですね。で「無」という字が付いてまして、まあ、こっちは無意識。 ですけども意識に対する無意識ですねで無思想の発見というのはこれ基本的には日本の思想っていうのはあの丸山正雄っていう人がいて「まあ、日本の思想」っていう本を書いてその中で結局日本には思想がないと思想っていうのは、まあ、西,西洋哲学でいうような意味での思想がないみたいなことで、えー、まあ多分そのことを踏まえて「無思想の発見」という本を書いてあともう一つは「 数学の本で岩波新書の古典的な名著で「ゼロの発見」っていうのがあって、えー、とまあインドの数学が「ゼロ」っていうのを発見したっていうのがあって、まあ、ちょっとそういったことにもまあ重ね合わせて「ヨロシア・は無思想の発見」という本をえ書いたんだと思うんですけどここで言ってる「無思想」っていうのはですねこれで言うと,、えー、と脳とか意識とか人工とかそれに対してえ無意識とかっていう、まあ、こっちの方が ちょっと字がちっちゃくなってしまったんですけれども思想と無思想の対比で思想は脳、NO、で無思想は脳、NO、でないもので脳、NO、でないものっていうのは、まあ、身体あるいは感,感覚の世界ですね。 みたいなちょっとすごくあの図式的に大雑把に言い切ってしまってるんですけどあの僕の説明がですね言い切ってしまってるんですけど、まあ、とりあえず話をえっと分かりやすくというか単純化してですね進めておきます。でそれでさ最後にですね養老先生遺言っていう本を書きましてっていうかまあ、まだ養老先生あのお元気なのでこれからも本を書くと思いますけども、まあ、まあでも本人が遺言っていう本を書いたんでまあ、えー 今までのこう長いですね、えっと、しなんていうかな試作,試作、えっとまあ、研究者人生の総、ねえー、まとめとして。 えっと「遺言」っていう本を書きましてで、まあ、その中で何を言っているかというとですね、まあ、一つは感覚これはそれでえどういうことかというとですね、まあ、よく養老先生がこの本書いてた頃ですこの本書いてた頃っていうのはこの、えー、23年、まあ、最近の話なんですけど養老先生のとこ遊びに行くとです、ね、養老先生の家猫を飼っていてこの間なんか猫亡くなったって。 共同通信のニュースに出てました猫が死んでなんかニュースに出る猫ってなかなかいないと思うんですけどもさすが養老先生の家の猫になるとなんか亡くなっただけでニュースになってますけどもでもうちょっと亡くなってしまったんだけどその養老先生の飼ってる猫にですね、えー、とあの紙にですね「えー、と白」っていう字を えー、白っていう字をですね、書いてですね。で、その猫にですね、これ何語だって聞くんですね。で、もちろん猫は話せないから答えられないんだけどえ、人間はですね、白って書いてあるんだから白だと。で、しかしですね、それに対して、あの、猫はですね、おそらくそれを見て黒、黒だと思うだろうって。で、なんでかっていうと、 黒いいインクでで書いてあるからですねで猫っていうのはつまりその言葉の、えー、と意味ですねここで言う言葉はですね舌は理解しないでそれに対して感覚で見ていると、まあ、要するにあの、えー、感覚で見ればあのそ,そこにですね、えー、黒いインクがあるんで白い紙に黒いインクがあるんで、えー、と意味っていうものを取り去ってしまえばそれは えー、黒なんですすねででこの対比ですでそれはそのでそれだけ話すとなんか人間と猫の対比っていうふうに思うかもしれないんですけどもあの養老先生はですねえっ、ー、とこの図式を出した後にこれは結局人間の中にある2つの世界ですねで言葉の世界ともう一つ猫と共通するような感覚所要の世界っていうのが あるとということですねでこの感覚所有と言葉の対比っていうのも猫と人間の対比なんですけども同時に人間の中にある2つの世界ですねえ言葉の世界とそれに対する、うん、それとは対,対峙する感覚所有の世界があるというのが養老、まあ、先生の考え方で,すでこれをさらに別の言葉でというかですねまとめていくとこうなって身体に対して脳無意識に対して意識無思想に対して思想え 変変わわるももののに対しててらないっ養老孟の世界はですね養老先生八十何歳なんで八十何歳の世界をこう5分か10分でまとめて話せるはずはないんですけどもちょっと大慌てで話したのでうまく伝わったかどうか分からないんですけども、まあ、ただ今言ったことをですねちょっと頭の中に入れながら養老先生の本を読んだりすると分かりやすいかと、まあ、思います。で,で,で,で一応ですねあのということで、えー、養老孟の世界を、えー まあ、あの大急ぎでまとめてみました。